こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて、今晩は平手正秀についてのお話でございます。大河ドラマ麒麟がくるでは上杉正蔵さんが演じられています平手正秀でございます。ちょっとね、どうでもいい話なんですが、上杉正蔵さん、俳優のですよ、の奥様なんですが、長野さとみさんという方になりまして、その長野さとみさんなんですけど、あれどっかで聞いた名前だなと思いませんか。実はですね、真田丸で信行の奥さんだった、正室だった甲を演じられてたのが、その上杉正蔵さんの奥様にあたるということでございます。本題戻りましょう。平手正秀の、死について今回ちょっとお話ししようかなと思う次第でございます。この平手正秀、まあ死んだ理由ですね、大体の小説はこんな感じじゃないですか。信長があまりにもね、その気功が過ぎるもんだから、それをいさめるためにお腹を切って、その気功をいさめたというお話になってるんじゃないかなと思います。ただですね、この平手正秀の死については諸説ありまして、この諸説が面白いんでね、この辺ちょっと掘り下げていきたいなと思います。まず一番有名なのが今挙げた話ですね。信長の気功を、自分が死ぬことによって諌めるという説でございます。これ一番美談としてね、楽しい話になるかなと思いますので、小説等でもね、いろいろ取り上げられている話になるかと思います。平手正秀の息子と信長との正装、平手正秀には3人の子供がおりました。五郎右衛門、剣持、神左衛門というね、3人の息子がいるわけなんですが、この中でも特に長男にあたる五郎右衛門という方ですね。この方がですね、持っていた馬でございます。この馬を信長公が欲しいと言ったわけなんですね。ただ五郎右衛門は、自分は馬を必要とする武士だから、馬を献上するのはちょっとやめていただけませんかというふうにね、信長に拒否をするわけなんです。これが元となって信長を逆恨みした。ちなみにこの話は新朝後期が元になっております。つまり新朝後期では信長公をいさめるとかではなくて、息子と信長がちょっとね、仲が悪くなっちゃったから、その不和の原因となって、切腹をしたという話になっているわけなんですね。で、ここからもう少し掘り下げていきましょう。ただちょっとですね、ここからはですね、きちんと根拠の取れてないお話でございますので、その辺ご了承ください。ただこれね、すごい面白いんですよね。ではさらに掘り下げてみたいと思います。平手正秀の切腹なんですが、このね、息子と信長の不和にプラスして、息子の謀反が加わっていたという話を入れていきましょう。息子の謀反ってどういうこっちゃということなんですが、先ほどお話ししました五郎右衛門さんなんですが、この五郎右衛門さん、信長に謀反をして信長を殺そうとした一味に加わっていたというね、話があるわけでございますよ。つまりそれが信長にバレて、その責任を取ってお父さんである平手正秀は切腹をしたんじゃないかということでございます。ちょっとね、いろいろ読んでたんですけど、3人の息子が謀反に加担するっていう話も出てこれば、この五郎右衛門っていう方だけが謀反に加担するっていう話も出てきてですね、何が一体真実なのかと、どれの説を取っていいかっていうのがちょっとわからないので、今回ちょっといろんなお話をしていきたいなと思います。まず一番最初ね、2番目の説の話ですよ。一番最初に信長と、平手正秀の長男である五郎右衛門が馬をめぐって不和になった。その不和になったところをどこかしらの一味に引き込まれたんでしょうね。で、五郎右衛門は反信長派の謀反に加担をするわけです。そしてそれがバレた結果、平手正秀は責任を取って切腹をするということでございます。じゃあこのね、3人の息子どうなったかというと、実はその後罪を許されて信長にずっと仕えることになるわけなんです。相変わらず信長公っていうのはこの身内に甘いというかね、その辺が最初から出ているかなというところでございます。最後にはなるんですが、切腹した平手正秀、信長は正秀のために清州寺というお寺を建てます。この清州寺、実は2度戦災にあって焼かれているんですね。焼失をしております。1回目が小牧長久手の駅、この時に焼失をしております。この後清須に移されることになるんですが、尾張藩が置かれることによって再び清須から名古屋に戻ってきます。で、その後太平洋戦争中の名古屋の空襲によって再度焼失、その後再建をされることになるわけなんですね。ということでね、本日は平手正秀の死についての、まあ、ちょっといろんなお話でございました。個人的にはね、この2番目で息子が謀反に加担して責任を取って切腹っていうところね、きちんとした資料が出てくるとものすごく面白くなるんじゃないかなというね、お話でございました。